静かに。こんなににぎにぎしい、4月にも大会まで申し上げましたが、こんなににぎにぎしいことになるとは夢にも思ってませんで、現在っていうのは火がついてボーボーって なってから、みんな見に来るというようなことが多くて、そもそもどうやって最初は何だったのって忘れがちですよね。一番それ忘れがちで、忘れたままボー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 言っちゃうのは戦争ですから、そもそもの話しますけども、去年の暮れに僕と岩沢ひとみさんが2000年から2003年にかけて活動していた人気スパンクハッピーっていう活動の、サブスクリプションの原版権が散逸したんで、ずっと浮いてたんです。それのサブスクリプションの、現場権が急に去年の暮れ、なんか突然降って湧いたように、整ったので、まあ、せっかくだから、まあ、もちろんサブスクもするけどイベントなんかやろうということになった時に、まあそんなもん50人ぐらい空いてる小箱でやるんでしょって僕は思ってました。本当に正直なんか行かれてさ組んだよと思ってそれで、まあ、松永天馬さんにちょっと、お知恵を拝借しようと思って相談した結果、このようなにぎにぎしいことになり、非常に、天馬君には感謝しています。今日はアバンギャルドのファンの皆さん、現役と少年周期のファンの皆さん、そして、子供スパンクハッピーのファンと思ってる、本当楽しいってはずだし、みんながなんかこれはどう考えても楽しいんだよな、今楽しいけど思ってる時ありますよねそれは本当は楽しくないですよ楽しみ切った時に、ああ初めて後から分かります、楽しかったな今日はって、はい、もうコロナもなんだかんだ減ったくらい言ってますし、核弾頭を搭載したソ連の原潜がキューバ沖につけてますよ僕が何かやると必ず何か始まるんで、はい、ドワンゴも今サイバー攻撃になってもうダメだと思いますこれから劇的に世の中変わると思いますけど、我々にできることは皆さんに楽しんでいただくことです。何の遠慮もしないで楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまず、前衛と正面式、もう可愛い。可愛いとしか言いようがないよ。こんなジジイに可愛いとかね。60チームなんて弁償可愛いとか言ってるやつが、ろくな死に方はしないと思いますな、ありがとうございます。はい、で、めんたくない。全然めんたくない。全然めんたくない。それでもなんか内心ちょっと今日はレアンデカデカプリオ風とか思ってるよまあこんなクソジジイはもう本当にろくな死に方しないと思いますが、思いますけれども、今日は本当に皆さんに楽しんでいただければと思います。それでは少年CQの本当に可愛い、そして魚もいい、センスがいい、お二人の可愛いステージをご覧ください。どうも。